関東防空大演習を笑う。杞憂憂憂。防空演習は、かつて大阪におても、行われたことがあるけれども、一昨9日から行われつつある関東防空大演習は、その名のごとく、東京付近一帯にわたる関東の空におて行われ、これに参加した航空機の数も、非常に多く、実に大規模のものであった。そしてこの演習は、衛星を通して、全国に放送されたから、東京市民はもとよりのこと、国民を挙げて、もしもこれが実戦であったならば、その損害の甚大にして、しかもその惨状の言語に絶したことを、予想し、痛感したであろう。というよりも、こうした実戦が将来決してあってはならないこと、また荒らしめてはならないことを痛感したであろう。と同時に、私たちは、将来かかる実戦のありえないこと、従ってかかる架空的なる演習を行っても、実際には、さほど役立たないだろうことを想像するものである。将来もし敵機を、帝都の空に迎えて、撃つようなことがあったならば、それこそ人心粗相の結果、我が我が国は、敵に対しては表むるべく余儀なくされないだろうか。なぜなら、首都機に当たりがきの総動員によって、敵機を迎え撃っても、一切の敵機を射落とすことあたわず、その中の2、3のものは、自然に、我が機の攻撃を免れて、帝都の上空に来たり、爆弾を投下するだろうからである。そしてこの打ち漏らされた敵機の爆弾投下こそは、木造家屋の多い東京市をして、一挙に、焦土たらしめるだろうからである。いかに冷静なれ、珍奇なれと言い聞かせても、また平勢いかに訓練されていても、まさかの時には、恐怖の本能はいかんともすることあたわず、逃げ惑う市民の狼狽目に見るがごとく、投下された爆弾が火災を起こす以外に、各所に火を失し、そこに阿鼻叫喚の一大修羅場を演じ、関東地方大震災当時と同様の惨状を呈するだろうとも想像されるからである。しかも、こうした空撃は幾度も繰り返される可能性がある。だから、敵機を関東の空に、帝都の空に、迎え撃つということは、我が軍の敗北そのものである。この危険以前において、我が機は、途中これを迎え撃って、これを射落とすか、またはこれを撃退しなければならない。戦時通信の、そして無電の、視覚発達したる今日、敵機の襲来は早くも我が軍の探知しうるところだろう。これを探知し得れば、その気を逸せず、我が機は途中に、あるは日本海岸に、あるは太平洋沿岸に、これを迎え撃って、断じて敵を我領土の上空に出現せしめてはならない。与えられた敵国の機の航路は、すでに定まっている。従ってこれに対する防御も、またすでに定められていなければならない。この場合、たとえいくつかの航路があるにしても、その航路も約予定されているから、これに対して水を漏らさぬ防御方法を講じ、敵機をして、断じて我が領土に入らしめてはならない。こうした作戦計画のもとに行われるべき防空演習でなければ、いかにそれが大規模のものであり、またいかにしばしばそれが行われても、実戦には、何らの役にも立たないだろう。帝都の上空において、敵機を迎え撃つがごとき、作戦計画は、最初からこれを予定するならば滑稽であり、やむを得ずして、これを行うならば、
勝敗の運命を決すべき最終の戦争を想定するものであらねばならない。壮観は壮観なりといえども、要するにそれは一のパッペット、ショーに過ぎない。特にそれが野球であるならば、ショー投手これにビウルがごときは、かえって、人をして狼狽せしむるのみである。科学の進歩は、これを滑稽化せねばやまないだろう。なぜなら、今日の科学は、気の小空速度と風向と風速とを計算し、いかなる方向に向かって出発すれば、行く時間にして、いかなる緯度の上空に達しうるかを整地しうるがゆえに、ロボットがこれを操縦していても、予定の空点におてむしろ正確に爆弾を投下しうるだろうからである。この場合、虎に衝突して、かえって市民の狼狽を増大するがごときは、滑稽でなくてなんであろう。特に、かつても私たちが、本誌、夢の国、欄において紹介したるがごとく、近代的科学の脅威は、赤外線をも戦争に利用しなければやまないだろう。この赤外線を利用すれば、いかに暗きところに、またいかなるところに隠れていようとも、命に敵軍隊の所在地を知りうるがゆえに、これを撃破することは容易であるだろう。こうした観点からも、市民の、死骸の衝突は、完全に一の滑稽である。要するに、航空戦は、ヨーロッパ戦争において、ゼペリンのロンドン空撃が示したごとく、空撃した者の勝るであり空撃された者の敗である。だから、この空撃2000だって、これを撃退すること、これが防空戦の第一義でなくてはならない。